一般財団法人、ヤマハ音楽振興会は、楽器メーカー大手のヤマハによって創設された、財団法人。主たる事務所は、東京都目黒区下目黒3丁目24番22号。音楽の教育と普及を主目的に設立。ヤマハ音楽教育システム、ヤマハグレードを企画し、日本各地のヤマハ音楽教室を通じて、ピアノエレクトーンを中心とした、 楽器演奏者の拡大に努めている。かつては、ヤマハポピュラーソングコンテスト、ネムポピュラーフェスティバル、ティーンズ、ミュージックフェスティバル、ヤマハミュージッククエストなどのコンテストやオーディションを主催し、メジャーデビューしたアーティストのマネージメントと付随する音楽出版業務も担っていたが、2008年にヤマハ市会社のヤマハミュージックパブリッシングと、ヤマハミュージックアーティストに移情した。ただし、 音楽出版社としては2017年現在15,928作品を今も管理している。また、関連施設として、つまごいミュージックガーデン、ネムのコミュージックキャンプがあった。名古屋のメインストリート、広小路通りに面した山花小屋ビル、5階に教室がある。教室名は、ミュージックアベニュー伏見。なお、同じビル内に、山花小屋ホールが存在する。 1954年に設立母体の日本楽器製造がヤマハ銀座ビル内でオルガンを対象に開校した音楽教室の開設が前身であり、1960年代後半、日本楽器のニラズカトシがジャズアンサンブルコースを設けた際には渡辺貞夫が協力した。東西団はヤマハ音楽教育システムという講座の核となるカリキュラムの策定、 講師要請などを担う。実際の教室運営は口述の直営音楽センター以外は、ヤマハグループの楽器販売士会社あるいは各地の特約店によるフランチャイズ経営となっている。1990年代以降は、1歳児から小中学生程度を対象とした音楽レッスンのヤマハ音楽教室、趣味的な演奏スキルを習得したい、青年層以上を対象とする。 ヤマハ大人の音楽レッスンに大別される。ヤマハ音楽教育システムと東西団が発行するシステム教材に基づいてグループレッスンを受講し上達度に応じて次のコースにステップアップしていく形式をとっている。教室によっては独自のマンツーマンによる個人レッスンを設定している場合もある。また、高度な鍵盤演奏技術の習得を目指す音楽教室の在籍。 修了生対象のヤマハマスタークラスが直営センターにて開講している。なお、講座の指導者はヤマハ音楽教育システム講師といい、一定の演奏グレード保有者でかつ講師資格試験に合格した者が当財団と業務委託契約を締結し、財団が指定した教室を担当する個人、事業主形態となっている。ドレミファソラファミ、レ、ドと生徒たちが歌う。 ヤマハ音楽教室の CM 曲は、ドイツの詩人、アウグスト・ファインリヒ・ホフマン・フォン・ファラース・レーベンが書いた、ドイツ民謡のエイ・ン・メンライン・シティ・トイ・ム・バルデで、ドイツの作曲家、エンゲルベルト・フンパーディンクのオペラ、ヘンゼルとグレーテルで使用されている楽曲である。教室では、池の雨の名で、レッスン教材となっている。なお、ヤマハ音楽教室の幼児教育ノウハウを応用し、 幼児から小学生までを対象としたグループ英会話教室としてヤマハ英語教室がグループ会社のヤマハミュージックジャパンの運営のもと各地の音楽教室の一部で開講されているヤマハグレードとはヤマハ音楽振興会が総合的な音楽の力を評価するシステムとして提唱している検定制度である詳細はヤマハ音楽能力検定を 参照東西団直営の音楽センターは、全国の音楽教室の中でも特に重点的に置かれ、設備やコースが整っている。センター内独自の音楽発表会も行われている。ヤマハ4通家センターは2006年5月に、ヤマハ仙台センターは2008年5月に、ヤマハ札幌センターは2013年4月に、ヤマハ南波センターは2019年5月に、 ヤマハグループが教室を紹介し、現在はヤマハミュージックリテイリングが運営している。また、ヤマハ吉祥寺センターは2014年9月に、宮所の楽器が、ヤマハ日吉センターは2019年12月に、有林堂が教室を紹介している。名古屋市畜作東山通りの広小路通り沿いにあるヤマハ東山センターが入るビル。ヤマハ音楽院を参照音楽教室。 英語教室のシステム教材の制作、発行のほか、エレクトーンの総合情報雑誌である、月刊エレクトーン、みんなのオルガンピアノの本シリーズといった音楽教則課本などを出版している。一般的な楽譜は、ヤマハグループのヤマハミュージックメディアが制作、発行している。以下の歌手、ミュージシャンは、ヤマハミュージックアーティストへ転籍した。その他、 アーティストハットジャスラック作品データベース、検索サービス JWIT、渡辺貞夫、ヤマハ音楽教室の誕生、僕自身のためのジャズ岩波洋蔵、アレチ出版社、1970年、第2版、140から141ページ。ヤマハミュージック、ドレミファソラファミレドって、何の曲 ?Facebook、2019年7月9日閲覧。ありがとうございます。